じゃあ次体操。うん、夏休みです。終わっちゃう。続きもそうですね、脇の下とか背中側とかあちこちにあのベンチレーションって言いますけど、通気のための穴を設けてあります。うん、適正尻重要ですね。あの車の迷彩すごいですね。エンドは使ってます。 US アーミーって書いてある。違う、ネイビーだ。なんかあのコンクリート迷彩みたいな感じですね、あれ。そう、白と黒、灰、白と薄灰色と濃い灰色の、ほらこれ。なかなかかっこいいですね。ネイキッド、あの車の車種ですかね。あ、しまった。英雄ショップあるけど、まあいいや。恥ずかしいかな、あれ。なかなかかっこいいと思うけど。長いの、そうそうそう。あ、そうそう、メットもそうですね。結構私が買ったのモンベルのやつの売りそのままだわ、全部。あ、落ちました、今、ここ。はけてるだけじゃないと思います、あれは。ダイソーでじゃあ安い USB ケーブルと、あと何探してこようかな。都市型迷彩、なんか私もそういうイメージですね。正しいかどうかわかんないけど、そもそも、いや、まだ高いですね。何と、あなたと。ん、ああ、何から、あ、あれか、何戦ってる、何隠してるってさっきの迷彩の話か。うわ、頭の中が繋がらなかった。室内ですね。モンベルは自転車用カッパ売ってます、売ってます。スーツですか、100円の。うわ、きつって、ここのとこ腕で掴んで持ち上げるだけで。そうか、もう10月だよな。モンベルの、うん、高いですね。いや、ああいう本気のやつは大体全部高い。このダイソーでかなりでかそうですね。ケーブル探すのに時間かかりそう。さっきよりさらに時間かかったらすいません。じゃあちょっと読み上げ下げとくかな、少し。ここは人が通るかもしれないから。そう、ハロウィン季節ですね。日本人なのに。あと、ハロウィーンといったらかぼちゃっていう認識は合ってるんですかね。大して。じゃあちょっと行ってきます。また長くなったらすいません。
と思って遠足したけど、2日で慣れた。ダイソーはよ。オスは半年から1年は買えない方がいいね。ダイソーってかなり在庫あるもんなの？ダイソーで領収書もらう人多すぎですね。全部100円じゃないダイソー。誰か警備してあげなよ。延長ケーブルないですね。 A から A の。というわけで、セリア系のとこだったら確か延長ケーブル、A から A の延長ケーブル置いてあると思うんですけどね。A から B しかなかったです。 A、B のオスオスしかなかったです。案外ないもんだな。さっきのケースにあったけど、プラスチック、今ここ、あれなんで今ここ止まってる。100円カッパ、カッパ持ってるから。100円カッパの350倍のカッパ持ってるから。北海道まだ寒くないんですよ、不思議なことに。なんで今ここ止まってる。いや、行ってるように見えますけどね。ダメですか。じゃあ停止開始。クラシック、そうですね。自転車だぞ。今ここ行ってないですか。私の方から言ってるように見えるんですけど、ドロボさんですね。ドロボ。
よっと。ふう。今時間は、時間は10時半と見ましたけど何時ですか？おお、いい時間だ。北海道、午前中にどこまで行けるかですね。中国製、中国だから NG ってことはないと思うんですけどね。まあ、比率で言ったら問題あるのが多いってことかな。焦りはないですね。あそこのビックリッキーっていうのが気になる。ビックリッキーってあれ何ですかね。まあ近づいてみればわかるか。よし。時間だけ取って特に収穫なしです。あ、復帰しました。よくわからんな。おはようございます。作業しながら、どうも。ビ、この事件で何の店なんですかね、これ。スーパー？あ、スーパーだ。ヤマダハ？ビックリッキーはスーパーでした。お酒と、はー、お酒とお米回収、まあ可能性が高いとなると思う。ただ中国全部 NG って言ってしまうと、ちゃんとやってるところが煽り食らうことになるじゃないですか。静内です。1000円カットもあるし、コインランドリーもあるし、美容室もある。まあ、買い物だったら大体何でも揃う感じですかね。戦車90式見たいです、私も。でも想像走ってるもんじゃないと思いますけどね。お、これ、この店は何だ。あ、ラーメンか。ん？クブじゃないやつ。あ、QB じゃないですね。あ、かな？どうかな？で、セコマがほらあった。セコマ2軒目。3軒あるかもしれないな。あ、イオンもある、正面に。あ、マクドナルドやっぱイオンの一部なのか、これ。市になり損ねた？新日高町ですか？横浜から来てます。浜子ですから、私、浜子。イオンの中には、イオンって中にそんなありましたっけ？まあ、ただ、そこまで必死探すほど、今、なくて困ってるわけじゃなくて、壊れた時の補助、保険のために欲しいってだけなんで、まあこんなもんでいいかな。それしてもすごいですね、この車社会的大都会は。イオンあります。青森に今日向かいます、フェリーで。いや、今回は飛行機で帯広空港にからスタートしました。那覇チャロー、キャリアの、あ、au はさっきありましたけどね。ケーブル交換ってそんなすぐできるわけじゃないんじゃないかなと思うんですよ。あ、でも聞くだけ聞いてみるというのあるか。せっかくだからau の店に行って、すいません、これって交換とか安く購入とかできるんですかって聞いてみた方がいいですかね。ん？歯医者。時間はまだあるから、飛行機に、そう、アナだったらにトータル 20kg までは無料で預かってもらえます。ん、何パス、消耗品なんですかね。 iPhone ケーブルって結構特殊な扱いだから。あーた、いいわ、あそこ大都会。USB 30ピン、あ、 USB 3の10ピンかな。そのミニ USB なんかは普通5ピンで、 GoPro 3が使っている USB は同じミニ B のサイズなんですけど、端子が倍の10本ある。大都会、あそこに家ありました。
まあ交換できないんだったら買えばいいんで、やっぱり A ショップに行くのが一番いいな。ライトニング、いや私はライトニングのやつです。 iPhone5 を今使ってます。4もあるけど、 Mac があると都会って言ったらあれだな、スタバだな、スタバ。あの長野駅前に誘致したスタバの話を前 Z さんから聞いて、何のハンバーガー、あのいやこういう種類の市街地ですよねこれは。あーちょっとこれ車多いな、渡れん。で au でなんか身分証明みたいなの見せればいいのかな。ここは静内です。私は静内って言ったら馬とあとライダーハウスのあの周辺のイメージしかなかったけど、こんなでかいところなんですね。前多分国道で通過してしまったんじゃないかな。で国道沿いもここまでいろいろなかったと思う。ここから 5S どうかな。いやいるでしょうけどね、比率としてはどうですかね。でもしかしたら時間あの30分とかかかる可能性ありますかね。でも今日平日だからね、平日だから少ないんじゃないか。アップルアスカイ交換ダメですかね。あとは購入できるかどうかかな。ご当地区名なんだろうな、ちょっと今思い出すのは難しいかな。でですね、この中から iPhone5 ケーブル取り出して、購入はできますか。だったら買ってくるかな。充電器袋、やっぱこんだけで2キロぐらいあるかな、1、2キロかな。交換これですね、昨日の夜配信でも見せたビニールテープぐるぐる、女に振られて、スケに振られて、よっと。じゃあすいませんけどもまた、うん、あの通信回線はドコモ回線です。であの iPhone では電話だけ au でやって、で頼もうかな。すいません、どのぐらいかかるか分かりませんが、よっと、無料で、いや分かんないんでとりあえず聞いてきます。音量下げとくか。
でいる？うん。いや、今ね、マックバリューに来てるからさ。とりあえず買ってきた。交換はやっぱりないんで、ないってことだったんで買ってきました。やった。天井スピーカー？ん？タイル？うん。あ、FMEが死んでるのか。本当だ、死んでる。セカンドなんとかって見たことないエラーだったな。あ、ダメだ。車内。電波悪いと思うんやけど。あ、音声はできてるな。起きた。よし。よしじゃない、まだ押せない。やっと来た。上り速度上がらないな。電波悪いみたいですね、ここ少し。上がった。大丈夫かな。すいません、 FM エリーが死んでましたね。8万しますね。でもあのスペック考えたら昔のノートパソコンより鮮度高いしな、デスクトップパソコンより。で、はい、結局あの交換はないので遅い、すいません。あの待ち時間があったんで、結構平日は人も少ないけど店員さんも少ないんですね。2人でやってました。で、さっきツイッターで、あのツイッターでですね、書いたんですけど、無茶言うおばあさんがいて、ああいうの本当にいたためらないですよね。戻りました。というわけで結局1680円で買いました。無料じゃないです。交換というのはやっぱないそうです。うん。ツイッター、そう、最初私が私あの鍵カッコつけて書けばよかったですね。そう、店員さんはあの若い女性でニコニコしながら対応してました。本当にああいうの大変だよな。で、最後そのおばあさんも丁寧に対応してもらって、最後どうもありがとうございましたって言いながら帰っていきましたよ。おばあさん感情の起伏激しすぎ。結構な、まあどっちにしたってこうな、今のだとこうなるんですね。で、黒いやつがあるんです今ケーブル。でもよく考えたら白いケーブルの方が良かったな。黒ケーブルばっかりだから。黒と白があるって言われて思わず黒選んでしまったけど、接客ですよね。本当あれ大変だと思う。あれでなんか精神の均衡を保つの大変だろうな。白くあのなんかテープを、色付きのテープ巻いたらいいかなと思ったんですよね。私が、いや周りのお客さんイライラしてると思いますよ。もうこのおばあさんどっか行ってくれればいいのにってみんな思ってたと思いますよ。で、あのじゃあもうドコモにするからいいわとか言って出て行って、あ出て行ったと思ったらまた 2,3 分経ったら戻ってきて同じこと言い始めたんですよ。で、そこで店員さんが2人で2組のお客さん対応してたのの店員さんが1人もう離脱して、そのおばあさん1000人に当たってなんとか収まったんです。まあ、精神的にはやっぱりある程度ちょっとっていうのはあると思いますね。そこで無茶言う人がということですかね。 iPhone の
あ、そういや昼ご飯は向川のししゃもっていう話があったけど、相撲か、本当にあれ大変だと思いますね。そういや1年以上は経ってます。アップルのいやっ携帯ショップ、それはそれですごい。あ、今ここ消えた、またよくわからないな今ここの動きが。ああそうなのは、うーん、というわけにもいかないですよね。自分長いから後回しされたとか、それのお客さんもまた切れるでしょう。さて昼ご飯どうするか、まだ早いか、もうなんか腹減ってきた感じだったんだけど、さっきパン食ったばっかりなのに。ソフトバンクか、パスタ、パスタは今後ろに積んでるんですけどね。シシャモ寿司、あ、なんか見たような、シシャモ寿司って文字列。新勝温泉レコードの春って今書いてあったっけ。あと回転寿司が多いな、うん。シャモ焼きそば、シャモ10月、あ、惜しいですね。何がん、どこも、あ、外国はなんかもっと日本ほど客寄りじゃないんじゃないですかね。あのお客様は神様ですっていう考え方が日本ほど極端なとこはないじゃないですか。店員さんだって人間なのに、あ、人が、あ、プランの説明とか絶対理解してもらえなさそう。ちょっと待ってください、どっかで確認します。どっかで、そうですよね。そう、本当のシャモじゃなくて何でしたっけ、メルルーサは白身魚だっけ。メルルーサ、トヨタ、なぜトヨタ、うん、あ、そうだ、あと今FMAD が死んだんで通常配信にしました。のでコマ数がだいぶ落ちたと思います。静止画画質は少し上がるはず、うん、秋道、ああ山道の方の確認するのすっかり忘れてた、うん、でも向こう山だな、何が、私が、向こうの方山ばっかりだからちょっとあっちの方の道に行ったら、ん、お客さん、あ、音大きくなりました、あんまりひどい差があったら調整しますけど、こっちの方でも、ん、何で売ってる、あれは FM、 あの NLE は使ったことないですね。もう今のやり方に慣れてしまって、それから変えるメリットがあんまり。島田さん、お菓子どうしようかな、お菓子、苫小牧にお菓子とかなさそうだしな。あ、でも大丈夫ですか、ありがとうございます。今日は道沿い、海沿いです。酔いと負けて何、お菓子をここに帰る、三越が、三越ってあのデパートじゃなくて、
空いてる間に行けたら見てみようかな。三越ですね。ありがとうございます。これは誰も、そこのところは難しいところですね。私の元々の目的から言うと、人が来ようと来まいとただ見せてるだけなんですけど、私は最初から結構人にいっぱい来てもらって、それしか今のところ経験してないから、人が来なくなったらどうなるっていうのは分からんな。ユーストリームとかでやってみてもいいかもしれない。iPhone 放送はですね、なんか安定しなさすぎ、サーバーから切断されましたってのが出まくってイライラするんですよ、 iPhone のやつ。最新アプリしてもそうでした。キカレー、ああそういうのもいいな。ミンチ2カップ、2カップ、これは逆光になってないから見えますよね。右が下る、ああ多分ヘルメットが傾いてるんだと思います。向川は2カップ超えた向こうかな。2カップ、 iPhone、 うん、まかず、あ、そうですか。なるの道、いや割と大丈夫です。進行方向にと同じ方向 の、 その段差とかがあると最悪なんですけどね。新日中町市民、ああレコードの言うか、あそういえばレコードの言って前あったな、あったあった、そういや。アンドロイドがん、優春ロマン街道で、コードの U って書いてあった。おお、よく避けてくれたな、あのトラック。あの、タンクローリーかな、あれは。今、正面から車来てたら、避けられないぐらい避けてくれたな。大丈夫か、今の避け方。こっちはいいけど。で、また向こうが白いです。ここはちょっと路側帯が狭いですね。海沿いだからあんまり幅を取る必要がないってことかな。フェリー、うん、私は割と船酔いとか、あの夜行列車にも弱いんですよ。私は船は今まで眠れなかったことはないけど、寝不足になりそうな気はする。何かうまいもの、昨日ウニ丼とかかな。歩道あるけど、あれはどうだろう。やたら、あ、そうそう、視野がそうなんですよね。本人よりも見てる方が怖く見えるらしいです。自転車バイク。行き、あ、うん。毎日の自転車。申し訳ないです。でも法律違反してるわけじゃないので我慢していただきます。できるだけあの精神的に逆なでしないように私は走ってるつもりなんで。ドリフト捕まるか。あ、こっちは道が道だしな。道が道だから、ん？すね毛出れるの？なんか煙みたいに白くなってるのかな、あたり。ではスイートルーム、すみません、ほとんど聞き取れてないです。車が来るともう全然ダメだ。
優秀メモリアパック中には入らないと思います。ノマドック左右やってます。白いラインのちょっと右側走ってます。真上はなんか段差があって気づかなかったりすることがあるんで、あと雨の日はこの白いとこの上走ったら致命的ですね。和骨かな、いらっしゃいませ、今ここちょっとチェックします。どこかでいずれちょっとこのここはちょっと少しストレス感じますね。雨は分かりません、いつ降るか分からない。日露立ち会い粉骨所、粉骨所って頑張ります。どうした、あ、白たい焼きまだあるんだ。ここすっかり白たい焼き見なくなったもんな最近。この道しか、山側に1本あるらしいんですけど、アップダウンがあるって時間かかってしまうんで、そうで、チャリのいい、ありがとうございます。そう、気をつけます。ただ声かけていいですよ。声かけたら無視したり、いきなり反撃したりしませんから大丈夫です。ヘリ、わかんないんですよ。多分寝台2棟だったらいけるんじゃないかなと思うんですけどね。2棟の雑魚寝のとこだったら取り合いになるだろうから禁止されてるんじゃないかなと。眠りですね。やった。お、これは、これは何のために置いてあるんだろう。そのままそのまま、なんか切迫した声が。船にレストランあります、風呂もあります。ちょっと待ってください、今ここもチェックするんで。これは何ですかね、ライダーハウス用に置いてあるのかな。あ、できます、お客、平日だから少ないだろうと思います。あ、ライダーハウスだけど今年は休業中って書いてあります。この今年っていつの今年なんだろう。ホンダシャリー50かっこ2型で日本列島47都道府県縦横断中、自分を信じて走りますってでかく書いてある。あんな壁一面を一人で占有していかんだろう。で、1泊500円だったみたいですね、当時は。多分もう何年もやってないんじゃないですかね、この感じだと。なんかテレビとか置いてある。そうそう、これ提供する側にはほぼ何のメリットもないですからね。ただで、でもただにしといてみんなが使い始めると絶対めちゃくちゃになると思いますよ。所詮人間なんてそんなもんだから、人間なんて。あ、で、今ここね、これ。コペにもなんか鉄道声みたいなのありましたよね。言ってるっぽいけどな、ダメですか、言ってないですか。じゃあ停止スタート、止まり場にですよね。国振られてますか、知りません、知ったこっちゃないね。 10% そうそう、だから昼飯食う時にでもやろうかなと思ってるんですよね。やった。今ここは行ってるように見えるんですが、なんでかこうやって触ったら行くんですよね。今ここがまだ来なかったらどうするかな、どうしようもないな。あ、スリングトレインでしたっけあれ。この先海沿いに行ったら川があるか、鉄橋しかないな。で、道の駅すぐそこですね。まあまだいっか。いや、雨降ったら放送できないです。スラッシュ、あ、スラッシュってあれか、
なんかスラッシュってあの2ちゃん的なサイトが何でしたっけ、スラッシュなんとか、スラッシュドットでしたっけ、あそこでなんか議論がっていうかいう話かと思ったら違うか、スラッシュコメでなんか議論がされてるってことか、まあどっちしろ知らない、あえて私に見えないようにやっていただいてるわけなんで、私は気にしない方がいいだろうから、なんかたかた言うな、あ、はい、成功。議論ですか。あ、これが道の駅。道の駅サラブレッドロード2カップ。あ、車邪魔論争か。それは決着つかないだろうな。さらば排泄口で歌があるんですね。誰のために走るのか、何を求めて走るのか、恋に別れがあるようにこの日が来るのが怖かった。ありがとうと思う、さらば排泄口が一番。レコード館、レコードの湯ってのはこれかな。あ、レコード館って書いてある。あ、レコード館、そこ、これですね。これこれ。レコードの湯ってのはこの中じゃないのかな。リードホーユー、光デュール、法要ボーイ。ハワイアンイメージ、ビンゴガル、プレストウコウ、カブラヤオ、高江の香り、ハイセイコウ、ヤマニンウェーブ、メジロアサマ、竹芝王、あ、言うすぎた、ヒカルタカイ、スピードシンボリ、ベロナ、アイテイオウ、コマレボシ、北の王座、北の王、いや私馬券まだ買ったことないです。パチンコは1回だけ打ったことある。確か200円ぐらい買った、いや2000円ぐらい買ったんだっけ。あ、山の方ですか。そう、今できるだけ全部読んでみました。私がレコードは何でしょうか。私がレコードで覚えてるのは泳げたい焼くんかな、 EP レコードので、初めて自分で買ったレコードはあのビデオゲームミュージック、あれ タイトルなんて言ったっけ、正確にはあのナムコのっていうか、多分ゲームミュージックで初めて出たレコードだと思うんだけど、ガソリン、音楽初めて買ったレコードはそれです。うん、私は出身九州です、福岡です。何覚えてる、上除き、もうこれで2カップの中心地なんですかね。ハイテク、惜しい、コンピューターおばあちゃん、落ちはないな、細野監視のやつで、そうです、あのゼビウス の公安施設の絵に体がついてるやつの邪形のやつ、はい、ラジアメですね、ナムコ提供ですね、大橋テルコと斎藤、誰だっけ、ヒロミだっけ、ニューカップ駅は、ニューカップ駅は結構離れてるな、500メートル以上離れてるからスルー、ニューカップ駅は見ません、多分馬の形をした駅だと思うんだけど、これは 32C です。700×20、あ、違う、 32C、 32C、 はい、32です。船は21時何分だっけのやつを目指してますけど、それ間に合わなかったとしても、0時近くのやつがある。32ですかね。ん、何してるの、ん、英語を変える、短くなぁ、車来てるとやっぱ聞こえないです、すいません、馬いる、
ス、あ、そうそう、1日4便もあるんですよ。お土産はなんか苫小牧の三越だけ、オーディオ評論家、あのオカルトが入ったりするとかいうレベルのオーディオがちょっと信号、ああ、うん、船の中で近くになります。二等寝台ぐらいやってみるかな、張り込んでみるかな、張り込み、あ、また山の中になるな。朝日を、あー、そうそう、4時半頃、まあそれはそれで面白い世界じゃないかなと思うんですよね。超早朝の、ん、何じゃないの、北海道は、そうですね、これで4日間だけになるな。伊東寝台、あ、ついてます、ありがとうございます。確か5000円前後じゃなかったですかね、伊東寝台、酔いと負け、酔いと負け、お菓子ですかね、酔いと負けって。文字列としては聞いたことあるんだけど、お風呂、そう、お風呂入りたい、こんにちは。そう、ずいぶん、もう100キロ以上来ましたね。松山千春はどこだっけ、松山千春はどこだったっけ、松山千春、伊東寝台、坂、これが最初の坂かな、50メートルぐらい、うん、旭川、圧勝、ベトベトするんですか。松山千春どこでしたっけ、どっかの町で、確か室蘭とかなんかあの辺りじゃなかった、え、あ、アショロか、松山シャルアショロでしたっけ、あ、食べづらいのか、うーん、どうだろう、そうそう、大阪食堂、私はそこ泊まりました。なんかあの焼肉定食っぽいもの食べましたよ。三戸市内残りわずか、マジで、何それ、ムネオハウス泊まってない、カラバ、OK、そう、歌知らないです。二等寝台少ないですか、そう、コンセント欲しいです。コンセントがあれば明日も野宿できるかもしれない。何かな、あ、すみません、聞き取れなかった。大平原、あ、そうそう、味噌ジンギスカンとかそんな感じのやつでした。あそこ食事すると無料で止めてもらった、止めさせてもらえたんですよね。今やってないのかな、徳など、あ、徳島か。ソーラーパネルはちょっと考えてるんですけどね、炭酸充電ぐらいかな、あとスマホ充電。おう、光が消された肝心なところで、明日は何を見ない、どこの、ん、あ、移転ですか。おお、確か前泊まった時にはあのまだふるさと銀河線があった頃ですけどね、八戸から十和田方面考えてますけど、泊まるところとかまだちゃんと調べてない。なんか手軽に十和田湖ユースホステルとかないですかね。ホビトさん、ガソリン、イエスチャリ、人間はガソリンより高級な食べ物を食べなきゃいけないから、サンバイザーダッシュ、タレタレタレに入ったジンギスカンっていうのはセイコーマートの話ですかね、なら買っていとこうかな、うん、あ、聞こえない、馬の蔵、お、バーベキューハウス馬吉、割とまんまな名前ですね。
馬のバーベキューじゃないんだろうけど、馬吉って、この三平が、やった。これ国道ですね。国道工夫もなく、車検、あ、そうなんですか。おお。まあそうですね。今基地、ここでの基地はあの放送禁止用語のあの基地ですよね。なんか勘弁してくれ。あ、1個目の森登り切ったかな、これで。まだ35メートルしか登ってない。今日まだ3つぐらい残ってるはず、こういうのが。え、何があって、あ、そういえばニーカップの壁画見落としたかな。まあ前見たからいいけど、うん、ヘルメットに今あのカメラつけてます。でピンマイクと100均スピーカーをヘルメットの横につけてます。何週間レストラン、それが自販機タイプっていうって、それは自販機はレストランなのかな。何があるの、これかな。60メートル級か、まあ読売ランドもないぐらいですね。ランド坂もないぐらいだ。そんぐらい平気平気。まあ息切れますけどね、もちろん。壁がどこだっけ、もう過ぎましたかね。あ、そういや今ここ結局復帰したでしょうか。おお、聞こえない。風に。今ここは結局まだ復帰してないのかな。今はそうでもないですね。そこら辺馬いる。あ、来てますか。ありがとうございます。やっぱりよくわからんな。ん？カツと F1 潰れた？マイクそんなに風音入ってるかな。私は確かに耳うるさいけど。やっぱありがとうございます。今日は追い風です。トラックはそんなことしたら今はウェブカメラのマイクじゃないと思いますけど、あ、どうだろう、確認します。いや、そんなに風は音はひどく入らないはずなんで、通常配信にした時に切り替わってたかも。おお、ウェブカメラになってないかっていう人、さすが鋭いですね。あ、あ、あ。はい、大変失礼しました。通常足にやるときにいつも気をつけてなきゃいけないな、これは。この通りです。あ、まあ走ってみなきゃわかんないですね。失礼しました。音が大きくなったっていうのもこのためか。すいません、長い間ウェブカメラのしょうもないマイクでマイク音質でやってしまってすいません。ここから風音はだいぶ軽減されますよ。うん、ロープ音声は今大丈夫でした。ちゃんと入ってるのをボリュームのバーで確認しました。鈴木さん、本当すいません。私は結構風音うるさいんですよ、自分の耳は。うん、日高山脈南側ですかね。九州三国道、ロシアの3200メートル AM から、いや、今日になってからですよ、あれは。あの音質が悪くなったのは今日 FMAD が死んでから。
あ、だからさっきのあの au ショップから先ですね。お、セップ、なんとカップっていうのが結構あるんですよね。ミーカップもそうだし。やだ。おお。とりあえず昼飯はなんかししゃも食わなきゃいけない雰囲気だから、まずは青森町に、青森町じゃない、向川町に入らないと。セット、あ、右が、あ、またか。うーん、 S カップ、 S カップ、 S カップ、カップ。ここもなんかあのさっき私が前泊まったって言ってたあのライダーハウスに似た立地だな。周りなんもない。シャモソフトはどれくらい、あ、そうじゃないですね。あ、僕がそろそろ了解、了解です。あ、あった、敵が通過してる。あそこ、あそこ、こんにちは。危ないな。一応写真撮るために少しだけ戻ろう。川、ああ、川ですか。別にどうってことはないんだけども、なんかこの辺りのランドマーク的な意味で。よく見えるとこないかな、これ。細いですよね、ここ今。あれ、鉄板ですか。岩に直に書いてないですか、ペンキで。隅っこ、どっから見える。こっちからだと見えるか。ここは他に道がないから集約されてしまうんですね、交通が。これでございます。ちょっと位置的に半端ですけど、はい。あ、でもこんな近くでちゃんと見たの初めてだ。上のニーカップって文字見ながら通過したぐらいだったから、前は背景だけ。あ、本当だ、馬直に書いてない。馬、板だ。しかも分割されてる板だ、あれ。板というか鉄板なんですね。前こんなんだっけ、画質。通常配信だから画質はFML よりちょっとマシな程度じゃなかったっけ。あと、もしかしてガソス今してどうなってたっけ。誰が、私の知らない人が書きました。私が知らない間に、回に設定は 640×480、 かなり細かいな。そう、これに気づかずに。日高牧場、日高牧場ってどこなんでしょうか。通り道がなかったらめんどくさいから行かないっす。サビ色の、そうそう、亀馬、あ、この山の向こうですか。よ、こう、こんなもんでいいか。よ、ピンとここかな、こんな感じです。野宿、そうですね、十字架、十字架これです。今ここ、また死んでますか。めんどくさいな、今ここ。アンドロイドアプリ、こんなんですね。うん、5、1、2、3、8、4、
でしたっけ。今ここどうなってんだろう。今ここのオンオフの景気がわからない。え、結構くっきりかな、書いてありますね。よっ、つつつつ、よし。ブイブイッと、送信されてるように見えるけどな。今どうですか。ビビット。もうこれこっちに入れとくか。毎回チェックするのめんどくさいから。今言ってませんか。よく消えるんですよ、意味がわからない。あ、今サービス停止をしてしまったか。ストップ。一つだけの味。まあしょうがないですね。あれ、また切り替わった。じゃあとりあえずこれでしばらくしたら行く可能性が高いと思うので、これで放置していきます。あれ、あれ、なんでこれだけ飛び出してる。ん、お腹に変わるアプリ。あれ、これ私は昨日名刺入れの中にしまい込んだんじゃなかったっけ。なんでこれ1個だけ出てる。そう、スクール水着っていうふうにお姉さんの前で私が言った代償がこれ。代償というか、あれ、そうか、山水館さんでもらったのも同じやつだったんだ。気づいてなかった。山水角さんだ、山水角さん。あ、でもこれ一応それぞれ違う名刺なんだ。下に書いてある、しまい込んでたあれですね。あー、これって違う名刺だけど同じ絵なんだ。しばしぶとここの下の方にちらっと書いてある、これがそれぞれ田中さん、田中さんだ。地域、いや、仲間内でやってるだけみたいです。すみません、ハロー。一瞬なんで2枚あるんだろうと思って、わけわかんなかったんですけど、山水閣さんでもらったやつが1枚。と、よく考えたら、無敵食堂さんで私、スクール水着って店員のお姉さんにキーワード伝えてもら、苦労してもらったのと、絵柄的に同じ名刺もらってたのか、すでに。なんか納得いかねえ。応援に。北海道岬、歴史食堂。かぶったって気づいてなかったです、なぜか。山水閣さんでもらったときに、こういう絵柄だなというのは見てるんで、明らかに目にしてるんですけどね。やっぱりその、周知プレイやったときは精神状態が違ってたから違って見えたんだな。意外と車今早く近づく。あ、来ました。わかんないな。同じ絵柄でした。気づかなかった。そう、恥ずかしい思いまでしたのに。裏側でしたっけ。よく見てますね。放送でそこまで分かりましたか。確かに自転車側見てたら覚えてましたね。おお、自転車だと思って。というわけでちょっとしたショックが、ショックというかびっくりした。ああいうことは叫ばないね、叫ばないねって。ああ、もう狭いな、この道。ここそ特に狭いですね。もう人では特別狭いな、ここは。あ、トラックも本当に多いですね、今。そう、ドア全然狭いと嫌だな。また半沢直樹だ。いや、すみません、私見てないんでネタについていけないから悔しいんです。サスペンスドラマでしたっけ。
あと、うん、そうですね。地元突風かな。今はまだ追い風のはず。向川、まだか向川。あ、そうだ。一つ、思い出した。タイムシフトで見る人のための、イベントタグは、今日は特に強化していただけると助かります。今日、タイムシフトで見る人は結構多いと思うんで、今日は。道がある?この先なんかありますね。あんたは。ペリユキステマ、韓国たたきも私は嫌いですね。韓国たたき状況悪化させてるだけだろ。関西で、あ、ライダーハウス、ライダーハウス、 JR 接府駅前、悠々仙人、一番も見てないです。まあ、でもどうしても時事ネタ増えてしまいますかね。私があまりにも時事ネタ知らなすぎるんで、全てに対してよろしくない反応を返してるだけで。で、ちょっと待ってください。アマチュアも見てないんですよね。あ、飯の件。写真も撮ってないから、そういえば。これは海沿い行けますね。で、駅もちょっと見ていこうかな。セップ駅、セップ。マルセップとか、なんたらセップって結構地名があるんですよね。ただ、マルセップは確か道東の方だった。テレビ、あ、テレビないよな、確かに。イベント。うわ、この音は、踏切かと思ったら違った。交番の音だった。苫小牧、もうすぐ、東京で、あ、知ってます。東京でオリンピックですよね。実は知ってます。私、アンテナ高いんで。オリンピックに関してはアンテナ高いんで。何年でしたっけ ?2020 年でしたっけ、オリンピック。おもてなしとは、おもてなし。裏があって、おもてなし。東京五輪。ちょっとこれが気になったので。裏があっても思うてなし。サル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 。オリンピックまでやってんじゃないかな。木の充電は宿に一日置き止まってます。一日置き以上。向こうに熊本のやつもいる。よっと。千人、さっきのライダーハウスですかね。よっと。ライダーハウス泊まれますよ。女性はなんか女性部屋がなかったりすることもあると思うんで。滝沢運動会のことですよ。そうですよ、知ってますよ。そのぐらい知ってますよ。配信が好きかか、まあでも確かに面白くてやってるのは明らかにありますね。ユニセフに、さっきのところ、って言いましたね。7年後に出ないの。自転車なんて、競技の自転車で出ることは私はないので。世界のモンキーセンター、ストップ TPP、 LINE 回ってください。 C
継続、いや、あくまで自分の都合だけで、配信を義務と思わなければいけると思いますよ。続けられると思います。続けられるって言い方もおかしいな。続けることが目標じゃないんで。ん、巨人が優勝したの知ってます、知ってます。長島巨人ですよね。長島さんまだ死んでないですよね。知ってますよ。ん、あ、建物見たいって。でも駅の近くでしたっけ。広島にあります、あります。カープまだありますよ。カープさん存命です。ん、ぬるぬる、せかりやらないです。セップ駅は ここかな。リニアは立ってないな。んイーデン HD、 これが駅。んトマトですね。長島さんまだ存命です。え、駅知ってる、知ってる。うん、現役長島、うん、知らないっす。これ駅見に行くことでもなかったかな。全域行きました、行きました。行ってないっす。あ、ん、4ヌ、うん、あ、長島さんだからか。駅前一等地ってやつだ。あ、こっちが駅か。こっち側じゃなかった。向こう側が駅前でしたね。王さんは、王さんは、王さんはあれがあれだったから、王さんは、いや騙されんよ、死んでないね。王さんは今のまで、あのとこで。王さんはまだ存命だと思いますね、私は。 DNA、 遺伝子がどうこうの話ですかね。コミッショナーいよ、ああ、でもなんか体調がどうこうって話は聞いたような気がする、聞いたような気がする。ちょくちょく私はわけわからんイントネーションになります。川上はまだ生きてるよ。川上、ロムさんが住んでる県の県団ですよ。うん、県の、あ、DNA、 西鉄ファンだったのですか。西鉄ファン、西鉄は何でしたっけ。いや、騙されないよ。カズ、聞いたような、聞いてない。聞いてないこと言っております。稲尾、稲尾、野球の流れ、私何一つ知らないからな。うーん、曇りの、ずっと曇ってますね。胃袋、生活にも相当支障が出ますよね、多分。あ、これライダーハウス。うん、昼ごはんシシャモを食べなきゃいけないのかなと。あれ、あ、そうか、こっちが駅前か。一泊100円からユニセフに寄付って、本当だ。ちょっとライダーハウスの前見ていきましょうかね。セット駅も好評。あ、来た、また来る、タイミングいいな。ライダーハウスはどれなんだ。工場跡、あ、これか。いや、違う。今ここついたわけわからない。そっちにあるらしい。再生、そんな便利なもんなんですか、胃袋って。やっとタイミングいいですね。あ、こっちからだった。あ、写真がちゃんと撮れない。あ、火星で生き物、あの微生物の跡っていうのは知ってますけど、何でしたっけ、菌類かなんかでしたっけ。やっぱり治療ですね。肝臓ですか。
この紺色とピンク色とクリーム色と緑のラインのやつは何度も見てますね。駅が好きなんですね。駅がまあなんとなく、これがなんか大繁盛してる駅とかだったらそうでもないんですけど、あ、ライダーハウスはですね、はい、あ、イベントありがとうございます。そうイベントタグを多めにしていただけると後で見る人、あの見る人が多いだろうから便利かなと思って。うん、おお、いい感じだ。駅も割とそうですよね。鉄が重なってることありますよね、併発してる時が。ライダーさんにお願い、出発時バイクのエンジン始動は離れてからやってくださいってやつですね。私の旅人、自由に止まってください。仙人より。オーナー留守でも OK。 この中に部屋があります。すごいな、本当に開放なんだ。100円からユニセフにも寄付するので好きなだけ払ってくれと。エチケットですよね、すごいな。で、自由にあの解放されてるってことは中見るぐらいはいいですよね。そこの1階がガレージで、2階に外乗りできるし、あ、1階ガレージ。この中に犠牲者が、あ、帯広にもあるんですね。あ、本当だ、1階ガレージだ。キャンピングカーがある。この階段なかなか急だな。私はこの階段苦手かもしれない。お昼、そうですね、繰り返し、あ、これか、悠々千人。写真撮らなかったか、まあ、いっか、よっと。旅好き、まあ旅人だっていうふうに書いてありますからね。こういうのいいな。2階が泊まるとこみたいですね。うん、あの開放し、あのオーナーいなくても使っていいとか書いてあるから見ても大丈夫だと思います。ライダーハウス、うん、集まってみんなで飲んだりするとこでもありますよね。セニみたいな白いひげ生えてそうですね。また傾いてるかもしれない。もうすぐ昼か。どんだけ白ひげ、どんだけ進んだかな、午前中で。残り70キロまでは近づいてきてることを希望します。60キロ台になってたら結構いいな。まあそれも後で見てみよう。向川まではまだありますかね。エアマット使ってます、高級ですよ。今して、自転車です。スマナポリタン、私は食べないですけどね。もう銀マット、うん、銀マット持ってないんですよ。また60、いや、あの今適当に推測しただけなんで。向かはまだ、あまりこだわらずにどこで食べようかな。うん、人気人が、それだったらあれですよ、あのワールドオブタンクスとガールズアントパンツァーがコラボしますよ。雨、うん、雨どうですかね。苫小牧は夕方の雨なんですけど、予報としては。おお、猫はそうですね、30キロあるのか。じゃあその前に昼ご飯かな。電波どうでしょうか。リロードしてもダメですかね。口で、あの、ある程度勝手に膨らんだ上、14時まして、参ったな。14時はちょっと早いな。コラボします。雨なんとか持ってくれないと困るな。まあでもこの気温だからまだ耐えられるかな。エアマット1万いくらだったっけ。もう昔なんでよく覚えてないです。苫小牧、遠いな苫小牧。しかもこれ確か自動車道が出るんだよな。まだ70キロありますね。まだまだだな。まだ30キロしか来てないか。じゃあなんか道の駅かなんか見つけたら昼ご飯食べますかね。そう、初見さん自転車でございます。私は
自炊とかしてたらちょっと時間食いそうだから、リンコ、いや、やっぱ早いよ、リンコと思ってます。あ、問題はあれだ、寝袋とかをなんか袋に入れて積んどかないといけない。ゴミ袋がなんか欲しいなあ。セイコまでゴミ袋買おうかな。ん？泣いて。ムカワって結構苫小牧に近かったんですね。うん、まあ70キロ。ロマン。実際やってて面白いですよ。内定したという人がいたんですね、リスナーさんに。とりあえずおめでとうございます。聞いてなかったけど。向こうの方がまた白くなってる。アピール。いや、それ逆の意味も取れるな。ブルベはないです。ブルベのコース200キロのを一人で勝手に走ったことありますけど、疲れたからもうやんないやと思いました。うん、黙ります。相手、あ、どうだろう、2日目までしか様子を知らないんで、ご存知の方いらっしゃいますか、小熊屋洋菓子店の。その後、その後ってまだ数日しか経ってないけど、普段トレーニング一切何もしておりません。やった、白いな。旅行はそうですね、やったことはほとんどないな。そうそう、泣いて泣いて、私はなんかあの密定のあの手が出てくるけど、ん、誰をローカル番組で片手運転、そう、あまり長くやってるとよろしくないですよね。食べてばかりいますけど、運動、体力をできるだけ使わない走りになってるんだろうと思いますよ、おそらく昔に比べるとさらに。うん、これはワイズロードのグローブですね。そうそう、イズロードってワイズロードですよね。大手、大手は何の話だろう。向こうかすんでるのはレンズのせいじゃなくて実際に白いです。このマカロンあれ美味しいですよね。あ、サラスはまだ使ってないです。でも今日の昼ご飯はちょっと急い、あの雨も迫ってるんで急ぎたいんで、結構の段差があった。ん？どこだっけね？明太ワイド、ああ、小熊屋ですか。ありがとうございます。湿度は相当高いと思います。これ海沿いで今、波しぶきっぽい白い霞がかかってるんで。なんかりべ駅、大かりべ駅か。すみません、いらっしゃいませ。怖い。さて、上りだ。ひやひや。本人はそうでもないんですよ。GoPro で録画してますけど、放送に使っているのはロジクールのウェブカメラです。やった。次の厚が、サイクリストは日本一周の人を一人スレッチがいますけど、バイクや車でしょうね。タイヤから、そうですか、そう、ゆっくりゆっくり。
天気、雨降られるとちょっと勘弁ですね。まあ録画も配信も諦めて走るしかないかな。それか、台風どうでしょう。まあ無理して配信したらウェブカメラ浸水しましたからね。台風どうですかね。動いてます。降らないといいんですけどね。輪行はありますね。ただ輪行のコストが今高い状態なんで、重くて死ぬ状態なんで輪行すると。自転車クロスバイクです。野生動物はキツネとタンチョウとあと意外にもまだ鹿を見てない。内陸の道は道の様子見たところ時間かかりそう。今日は道的にはいまいちですね。ずっとぶっといそばか、それもいいですね。末吉は留守番です。でもなんかそれに準拠したやつは今後ろにくっついてます。熊見てない。あと一瞬タヌキかなっていう影は見ましたけどね。コンテナの影に走り込む黒い影を。昨日は最高でしたね。車少なかったし。ヒグマいることはどこでもいるらしいですからね。もう少し。ゴミさはヒグマですか。ヒグマじゃない、ツキノワグマですかね。あれまだ登ってるのか。今日はフェリー泊のつもりです。ただプリンセス二等身大の空きが少ないっていうから昼ご飯食べるときに一旦放送止めて、そのついでに予約しときますかね。体力そうかな。こんだけ何日か走ればあまり変わらなくなりますけど。ロードバイクさんいらっしゃいませ。苫小牧になんか多いらしい、多いという話はコメントで何度か聞かされてます。今標高50メートル。前いや喘息になったことはないですね。幸いにもあれ苦しいらしいですからね。椿カフェかな、これ店。そうなんですよ。あ、しけさんありがとうございます。泉食堂モンベスってどのぐらい先なんだろう。いや、このぐらいだったら一瞬疲れるだけですぐ回復します。死にかけるぐらい苦しいらしいですね。なったことないから分からんけど息できなくて、しかも咳込むわけですよね。温泉は
昨日三石温泉、三石昆布温泉というのに入りました。昆布は入ってなかったです。ちょっとお茶。登山はしないの？登山やったことほぼないです。富士山に1回登ったことあるだけで、足の裏が全面ベロンベロンですよ。うん、多分似たような感じだと思うんですよね、私の自転車の楽しみ方って。早く長距離っていうのに一切傾いてないんで、多分地道に山に登る的なのと同じ楽しみ方じゃないかと思うんですよね。ただ今単純にこれが楽しいからこれしかやってない。足の筋肉は1ヶ月乗ってなくてもまあ乗れるもんですね。初見、はい、お、いらっしゃいませ。登山まで行かなくても 2,300 メートルのハイキングで十分。300メートル後ろから来てますね。届岩高原、ドップラー、おう、ドップラー、うん、よっと、うん、岩手まで行けるかな。そもそも十和田湖にどうやって行こうかまでまだ考えてないんですよ。ここ、うん、失敗能力、うん、ああ、うん、はい、道に、まあ皆さんが見てるほどではないですけど、まあ、あ、ラグゼロ結構上りじゃないですかね、多分。まだそのあたりちゃんと調べてないです。ちゃんとどころか地図見てすりゃいな、見てすらいない。ん？なんかクックって言ってないか。八甲田山はどっち方向になるんでしたっけ、あれは。ガスって、そう。さっきより晴れてますよ。黒崎、うーん、かな。昼になっちゃいましたか。もうすぐですね。またあそこ登ってる。あ、3つ。あれ。昼はその太いそばっていうのが紋別という町にあるらしいので、お金、宿代が今のところ1万ぐらいです。1万500円ですね。4日間で。あとは、飛行機代が2万ぐらい。あとは、いつもそうですね。自転車旅行の放送ばっかりやってます。で、まあだから、でも移動代含めるのは私はあんまり好きじゃないんですよね。それだけで値段が跳ね上がってしまって、なんかその毎日豪遊してるようなイメージになるじゃないですか、移動費を足すと。だから移動費片道2万の、うわーちょっとたたたたた、移動費片道2万の宿代が2日に1回で5000円ぐらいってとこです。あ、そうだ、焼きそば弁当っていうのを1個買っとこうと思ってたんだ。スープ同時に作るやつ。戦車はロシアだったらできそうですね。沖縄毎年ではないです。久しぶりでした、去年行ったのは。去年末行ったのは、うん、北海道へ、うん、とりあえず今回
襟裳岬のところのキャンプ場で、あのスガキ屋の煮込みうどんは抑えた。味噌煮込みうどんは。スワ弁当。車多いですね。まだ先か。どうするかな。15キロか。10万以内。どうかな。私そもそもあの旅行をいくら以内に抑えようとか、トータルいくらかかったかとか ほぼ数えたことがないので、ちょっとよくわかんないです。自転車券チームキープレフト。3点。一緒に前青森で一緒に走った人います。今ここまた死んでますか。セブン、うん、青森も面白かったですね。野生動物は放送中に出てきてないな。あ、そうだ、アザラシ見た。アザラシも思い出した。これどころ信号ないですね。ジャズ&カフェ、うわ趣味っぽい。ジャズ&カフェ、シャカ一風。多分ペンション的なとこなんだろうな。この辺りアップダウンばっかりですね。記号が A とか F とか。尻はですね、あ、尻の痛みだ、なんか慣れてきた。今日朝まで痛かったけど、あの筋肉的な痛みはもうだいぶなくなってきた。なんか旅の尻が出来上がりつつありますよ今。でもこれ毎日乗ってると今度は尻の皮膚が痛くなってくるんですよね。そっちの痛みは鋭い痛みなんで結構きつい。こっちに神経、駅のそばはあるでしょうね。あ、駅の近くにってことか。旅尻なくない。いいお尻なのかな。うん、こういう時、いや放送しなくても私は寂しいという、まあ面白いですよ。寂しくてもそれがいい。寂しさがまたいい。パドルマニア、パドルマニアみたい。そう、ただ筋じゃない。なんかそれ覚えられちゃってますね。なりますか。うわ。うん。そうしながら。どちらかというとしてない方が旅行自体はもっと楽しめるんですよ。でもこうやって記録に残していくっていうのもなんか楽しくて。ん？ X。 あ、街だ。霞んでるけど街が。それは。うん。自転車で。のように、いや、あれはですね、放送にはまってたんじゃなくて、単に自転車行くとこまだまだあのここは放送してないなとか、ここは記録してないなっていうのがあったんで。ん、どうして一人でふふふってします。苫小牧のフェリーターミナルのところ、あのフェリー乗ります。降り来た。大体これでもう下っちゃいます。苫小牧まだまだです。
6時間かかっても大丈夫です。夜9時のに乗れれば、うん、酔いと負けの歌。酔いと負けはベタベタしてるお菓子だと聞きました。仙台夜に、ああまあそうなりますね。うん、鉄橋もいい感じだ。確かあの辺り本当線路しかなくて道路ないんですよね、線路沿いに。お、ありがとうございます。高橋名人がってなんで、あの16連打の人がですか。酔いと負け線路か、さっきは登ってきてないですね。ちょっとお茶、そこそこ行かないです。コツコはタルマエさんのあるところですよね。モーラク、モーラク。さっき見えないですよこの川は。ん、なんかあの白く見えてるのはフェリーは9時台のに乗ろうかと思ってます。違うか。東北は八戸から十和田湖方面に行こうってとこまで考えてます。やっぱり車検ないですね。何が危ないというのは、今の身を乗り出してたところかな。松がまだ70キロある。うん、ガーミン、エアエイジ、エアエイジ天国ですね。厚賀までまだ70キロありますかね。フェリーターミナルまではもう60キロ台だと思うんですけど。日高タウンに入りました。新日高町を抜けてきたのに、さっき聞こえなかった。北海道、あ、もうししゃもの門に出てきてる。ししゃもの町、ようこそししゃもの町日高へ。あ、向川だけじゃないんだ、ししゃもは。ここもししゃもの町みたいですよ。あそこにもししゃもって書いてあるけど、あれ落書きだろ。ちょっとあれいい味出してますね。しかもなんか微妙に矢が大きい、ししやもに見える。放送だとあれは細かさ的に見えないかな。シシヤモ、よっと、シシヤモライス。あんまりシシヤモ行ってるとどんどんあのゲシタルト崩壊しますね。酸ヶ湯温泉はどこだろう。あの東北ですよね。シシヤモのなんか出してるとこあるかな。何と。おさまんべはシシヤモじゃないんですかね。とにかく。ひらがなの、厚賀じゃないんですかね。しゃも、ああ、10月って言ってましたね、そういや。高すぎ、高いんですよね。刺身、なんで。今盛り上がるとこじゃないでしょ、別に。しかも今日は天気これだし。十和田湖の北側か、ああ、なるほど。奥入瀬の方よりもさらに北側なんですかね。ラーメン餃子の店がある。あそこは死者もないのかな。お、サンマ食べてないですね。食事自転車配信、都市に出ることそんなないんですけど私は。シシャモ、なんかでもシシャモないのかな。シシャモ特に書いてないな。まあでもこの先エリ好みしててもあれだから、この先またしばらくないですよね。私は横浜住みです。厚賀駅過ぎた向こう側市街地あるかな。思ったより腹減ってきたんでちょっと待ってくださいね。
飛鳥温泉。この先でかい町ってどこかな。豊里もなんか大きくなさそうに見える。あ、日高町が、あ、日高紋別ありますね。日高紋別だと距離どんぐらいだ。冬、そう、あの人おかしいから15キロか。紋別まで15キロありますね。まあ、エリグラム施設に入っ、ここで入っとくか。まあ、選択肢ない方が楽でいいし、ここで食いっときます。で、あとフェリーの予約をしとこうかな、ネットで。じゃあ放送は一旦これで中断します。1時には多分再開できると思います。あ、ごめん、ありがとうございます。そう、今後ともよろしく。ラーメン西流かな、厚賀店さんにで昼ご飯食べていきます。うん、じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。こっちかな。お疲れ様です。いらっしゃい。いらっしゃいって答えてどうだ。あ、イベント、ありがとうございます。じゃあ GoPro も停止します。また1時頃スタート。